ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この前、人は3ヶ月で変われるっていう本を読んだんだけど、本当に変われると思うか？唐突ね。でも変われると思うわ。3ヶ月も続けられたらその後も続く。継続は力なりよ。そうかな、じゃあやってみようかな。どうしようかな。やめとこうかな。魔理沙は一体どうなりたいの？変わりたいんだ。人生激変させたいんだよ。すごい決心のもとに決断したみたいね。そういうことならぜひ応援するわ。どんなことでもとにかく3ヶ月頑張って、やり続けたら人生変わるわよ。そう言われるとだんだん自信が出てきた。私、絶対に変わるんだわさ。で、何を3ヶ月続けるの？気合だけでソーセージをチョリソーに変えたいんだ。聞くだけ無駄だったー。これができたら私の人生が激変するんだ。1ミリも変わんねえ。早速やってみっか。ふわー。できた、チョリソだチョリソだ。簡単にできたー。あれ？もしかして霊夢もやってみたいと思ってる？全然思ってないわよ。お前人生変えたくないのかよ。現状を超えろよ。今という時間は戻ってこないんだぞ。決めてみろ。熱苦しい。ほら、気合い入れろ。ふわー。できた、チョリソだチョリソだ。私にもできた。つーか人生変わんねえ。ということで今日は、たった3ヶ月勤めた職場でなぜそんなことをしたのか、謎でしかない事件を紹介するわよ。動機が不明でよくわからないのよ。3ヶ月？たった3ヶ月働いただけで何があったんだ？いじめか？そんな甘っちょろいもんじゃないわ。そこでは人が何人も不審死しているのよ。急に不穏な展開じゃないすか。謎すぎるけど、わかりやすく説明していこうと思うからよく聞いててね。了解です。ということで、ゆっくりしていってね。事件概要。この事件は、2020年5月から7月の3ヶ月の間に起こったわ。4年前か。最近の話じゃないかよ。そうね。コロナが中国で流行し始めて、日本にも徐々にコロナが蔓延し始めた頃ね。あの頃っすか。2020年4月7日に日本で初めて緊急事態宣言が発令されたことで、みんなが未知のウイルスに怯え、恐れていた時期だったわよね。日本中が警戒感を強く持っていた時期よね。ちょうど私がトイレットペーパー買い占めてメルカリで高値で転売してた時期だな。あの時は良かったな。こんな身近にカスがいたことにびっくりだわ。そんな時期の茨城県古賀市の老人保健施設けやきの家で入所者だった鈴木喜作さん84歳と吉田節次さん76歳が相次いで亡くなってしまったのよ。コロナかもしれないな。この時期、介護施設は戦々恐々としていたもんな。抵抗力の低いお年寄りがコロナウイルスにかからないように施設職員も施設側も神経を異常に尖らせていたわね。もしもコロナにかかろうものなら大罪を犯した犯罪者のような扱いを受けかねないような時期だったわね。そうだな。当初は罹患したらほぼほぼ死んじゃうんじゃないかと恐怖だったよな。それだけ未知のウイルスの脅威に怯えていたんだよな。介護施設は緊急事態宣言によって子供がいる家庭の職員が出勤できなくなったり、職員の家族が発熱するだけでも職員自体も出勤できなくなったりして人材不足に拍車がかかり、どこの介護施設も人不足にあえいでいた時期だったわ。もう二度とあんな経験したくないんだぜ。そんな大変な時期ということもあり、どこの介護施設も常に職員を募集して採用は来るものを拒まずだったことは致し方ない状況だったと言わざるを得ないわ。人が足りなかったんだもん。仕方ないよ。猫の手も借りなんとかってやつだな。ギリギリ覚えられなかったのかな。そんな大変な2020年4月下旬頃からこの老人保健施設に介護職員として赤間恵美35歳が採用され働くようになったのよ。そんな知らない人が就職したことをわざわざ解説するなっつーの。事件を解説しろバカ。採用された恵美は元看護師という経歴があった。だから介護施設とすれば喉から手が出るほど採用したい人材だったわ。そうだな。元看護師なんて即戦力だし、そもそも人材不足にあえぐ介護業界からするとすぐ働いてもらえるありがたい経歴だったと想像はつくな。つうか、そんな知らない女の就職情報はどうでもいいんだよ。事件を解説しろバカ。なぜ恵美が看護師の資格を持ちながら介護職員として従事していたのかは不明だけど、普通に考えても介護職員と看護師の給与は段違いなのよ。そうなの？何か看護師業務ができない事情があったのかもしれないわね。あ、そう。いつまでその人の話をしてんだ？お前はその恵美から金もらってんのか？そんな恵美が働き始めてから1ヶ月も経たない2020年5月、最初の犠牲者が出たわ。それが鈴木さん84歳だったの。鈴木さんのお体には目立った外傷はなく、抵抗したような跡も確認されなかったわ。
84歳じゃ老衰ってこともあるかもな。それから2ヶ月後、続いて7月に亡くなった吉田さんも鈴木さん同様だったわ。お二人ともお年を召されてるから、何かを体に不調をきたしたんだろうな。いつまで事件に関係ない話すんの？ネタがないなら終わらせてくんないかな？実はこの相次いで亡くなったお二人は、いずれも不審なしだったのよ。ええー、唐突な角度で事件来た。おバカ、ずっと事件の話しかしてないわ。後の調べによると、二人は体内に空気を注入されたことでお亡くなりになっていたの。ええー、空気？いやいや空気って、まさかまさかバカだな霊夢は。空気って毒物でもなんでもないじゃん。そんなことで亡くならないっつーの、バカだな。いいえ、そんなことで亡くなるのよ。ふわっふ、マジっすか。そのことについては後で詳しく説明するわね。7月6日に吉田さんの体調が急変した時、不審な行動をとっていた恵美は、他の職員に咎められ、退勤時間を待たずに自ら退職を申し出たのよ。あんだって？どうしたんだよ恵美よ。怪しさ満点じゃないかよ。ところが、恵美が逮捕されたのは、2021年12月8日なのよ。マジか、エヴァンゲリオンの美里さんの誕生日じゃん。サービスサービス。驚くのはそこじゃないわよ。1年以上も後に逮捕となったことに驚いてよ。確かに。吉田さんの体調が急変した時に、恵美の不審な行動を目撃した職員がいたのに、恵美の逮捕にどうして、これだけ時間を要したのか不思議で仕方ないわね。だなだな。不思議なんだわさ。そんな恵美は職場を退職後、たった2ヶ月でこれまた、とんでもない行動をしているの。どしたどした？話聞こうか？逮捕される17日前に、恵美はとんでもないことをしでかしていたのよ。だからどしたどした？話聞こうか？それじゃあ、ひとまず恵美について人物像を紐解いていこうと思うわよ。頼んますサロンパス。恵美の生い立ち。恵美は、茨城県古河市の農家に生まれたの。中学を卒業後は家から車で1時間もかかる。ある特殊な県立高校に進学したわ。特殊な県立高校って何よ？トップガン的な学校かな？県内で唯一、5年家庭で正看護師の資格が取れるという高校だったのよ。ええ、ごいすーじゃん。将来は立派な看護師を目指してたのか。そうなの。学費も安かったから、看護師志望の子供がこぞって通っていたわ。当時の恵美を知る友人の評判はこうよ。ハキハキと自分の意見をストレートに伝える人で、クラスの人気者だった。成績も優秀な方だった。人気者で成績優秀なんて羨ま。看護師資格を持って高校を卒業した恵美は、埼玉県内の病院に就職が決まったわ。おめでとうございます。20代中頃は、恵美はプライベートの様子を SNS に頻繁に投稿していたの。特に恵美は嵐の大ファンで、彼らのライブやパーソナリティを務める24時間テレビの、募金活動に出かけていたことも報告していたわ。愛は地球を救う。アイドルだけでなく、ガンダムカフェに行ったことを興奮状態で投稿したり、女子向けの軍人カフェはないのかと、ミリタリー分野にハマる様子も綴っていたの。若干オタク気質なのかな？オタクも地球を救うんだぞ。関東近郊の病院などで働いた経歴もあり、2020年4月から欅の家にて、介護士として勤務を始めた矢先にとんでもないことになったのよ。なんだよ、怖い言い回しするストーリーテラーだな。今から怖いこと話すんだから、この言い回しで合っているのよ。やめてー。恵美の犯行。冒頭で説明したように、介護施設がどこも人材不足にあえいでいるような時期に、介護職員の募集に応募してきた恵美。しかも看護師の資格も有していたことから、施設の誰もが、恵美が適任だと信じて疑わなかったでしょうね。でしょうねー。その施設で誰もが予想もしていなかった、とんでもないことが起こってしまうのよ。とんでもないことと言いますと、利用者の吉田さんは、事件前は命の危険があるような健康状態では全くなかったの。ところが、7月6日に血圧が下がった状態で職員に発見されたのよ。どうしたんだ、吉田さん、何か悪いものでも食べたのかな？救急隊が駆けつけた時には、すでに吉田さんは心肺停止状態だったの。吉田さん。後の調べで、吉田さんの血管に注入された空気が肺に達し、循環不全が起きたみたい。血管に空気が注入？なんで？なんその状況？なぜなぜ？体内に空気が入っただけでも、人は命を奪われることがあるのよ。いやいやいや、毒物でもない空気で人を五十六せてしまうってか？そんなバカな。実は空気が体内に入ると、空気塞栓と呼ばれる状態になるの。こうなると胸痛、チアノーゼ、血圧低下、頻脈などが起こり、意識レベルが低下し、失神をきたしてしまうこともあるわ。吉田さんも鈴木さんも空気塞栓症による、
急性循環不全に陥り、命を奪われてしまったの。なぬなぬなぬ。ご冥福をお祈りします。てかなんでそんなことに？吉田さんの体調が急変した時、ある職員が笑みの不審な行動を目撃したのよ。不審な行動？やっぱムーンウォーク？吉田さんは当時、ベッドに横になり、足の静脈に針が刺さった状態で点滴を受けていたわ。すると、笑みがベッドの近くでシリンジを手にしてキストンを刺激していたの。なんすかそのシリンジって？漢字じゃなくてカタカナよ。シリンジは、注射器のうちの注射芯以外の筒状の部分のことを指すのよ。施設の取り決めでは、介護職員はシリンジを扱わない決まりになっていたの。それなのに、笑みはシリンジで空気を注入したとみられ、そのことを問いただされると、突然施設側に退職を願い出て、収容時間が終了する前に施設から出て行ったのよ。逃げたじゃん、逃げたよねそれ？そうかもしれないわね。施設関係者によると、これまで欅の家では、吉田さんの他に複数の入所者が不審死しており、笑みの関与があったかもしれないというわ。なんですと？悪魔じゃん。2020年5月に亡くなられた鈴木さんに関しても笑みの関与があったとして、2021年12月8日に逮捕となったのよ。おいおいおい、1年以上もこいつを野放しにしてたのかよ。おかしいだろ。だって吉田さんが急変してから、職員に怪しい行動を指摘されてたんだぞ。そんで職場から逃げたやつだぞ。どう考えても怪しすぎるだろう。そうなのよ。不可解でしょ？だけど、理解不能なことはこれだけでもないのよ。あんだって、職場を逃げるように退職した笑みは、2020年11月22日に結婚しているの。え？退職したのは7月6日だろ？事件起こしたくせに結婚ってか。どういう神経してやがんだ。許せねえ。痛快いい夫婦の悲願、言うてる場合か。それだけじゃないのよ。笑みはもっととんでもないやつよ。なぬ。事件から1ヶ月足らずの8月に夫の実家に挨拶に訪れ、10月から同居を始めたみたい。はぁ、こいつなんなん、事件起こしておいてどんな顔して両親に挨拶だよ。神経の図太さなんなん、その図太さ体に出てんじゃん。マリサ、お口チャックよ。ふわっふ、私としたことが。笑みの本当の面の皮の厚さはこんなものじゃないわ。ええ、まだあるの。笑みは義父母と同居を始めて関係は良好。両親とはすぐに打ち解けたらしいのよ。夫に持たせる弁当を早起きして、海外宿作り夫に世話を焼くなどして、いいお嫁さんとしての顔を持ちながらも、ある出来事が起こり、家族関係が悪化するの。ふえーん。そして修復できないほどにこじれ、2021年夏に笑みは夫と共に実家を出たのよ。こりゃよくある嫁姑問題なんじゃないの？そんなものならどれほど良かったでしょうね。ええ？嫌な言い方よしこさん。義父母が笑みと同居を始めてから、義父母の身の回りにある異変が、たびたび生じるようになっていたのよ。異変？しかもたびたび。何があったんですか？実は義父母の財布から何度も現金がなくなるようになったのよ。ガビビビーン。そのような異変が起こり出したのは、笑みと同居してからだったから笑みを疑うわよね。わよわよね。その疑念から義父母は笑みを不審に思うようになり、家族関係が悪化してしまうの。結果的に笑みと義父母の間に溝が生じて、わだかまりが残り、別居を余儀なくされたわ。そりゃそうだろ。嫁が来た途端財布から金がなくなってや言い逃れできないんだわさ。ご両親だって窃盗犯と同居なんてできないできない。夫がどう思っていたかは不明だけど、一緒に出て行ったことから見ても夫は笑みの味方だったんでしょうね。夫も共犯の可能性もなきにしも。ところが笑みの窃盗癖はこれだけではなかったのよ。わわ、窃盗癖って言っちゃってる。義父母と別居し数ヶ月が経った11月21日、笑みは小菓子のスーパーで牛肉など12.5000円相当を万引きしているのよ。やりすぎー。しかもその日は11月21日、笑みたち夫婦の結婚記念日の前日なのよ。なんちゅうタイミングで万引きしてんだよ。でも、万引きしたものが牛肉などの食料品よ。結婚記念日祝いのための材料なんじゃない？明日はお祝いよ、じゃねんだわ、自分で買わんかい。ごもっともよね。私服警備員が犯行を確認し、店を出たところを現行犯逮捕されたわ。万引き G メン。義父母と同居していた時の窃盗は証拠がなかったかもしれないけど、この万引きで、笑みの手癖の悪さはお墨付きとなったわね。太鼓判。そして、万引きの逮捕から17日後の2021年12月8日に、笑みはとうとう逮捕されるわ。これは何の逮捕？事件から約1年5ヶ月が経過したけど、欅の家での行為に関して、ようやく殺人容疑で逮捕となったの。グッジョブ警察、これまでに色々と決定的な証拠を集めたのかな？旦那さんもびっくりだろ。万引きで捕まったと思ったら殺人犯だったなんて、
おそらくこれだけ逮捕に時間を要したから、それなりの捜査を進めていたと思うわ。介護施設での悪事といい、義父母からお金をくすねた上に万引きを働くだなんて、エミは犯罪のデパートと言わざるを得ないわ。犯罪百貨店、霊夢様が珍しくお怒りになってますよ。本当にとんでもない女よ。こんなの黙ってられないわよ。まあまあ落ち着きなはれ霊夢犯。エミは逮捕されたんだから、みっちり取り調べを受けて、動機や供述を思う存分聞かせてもらおうじゃないかよ。それが、残念なことに、エミは事件に関して口を閉ざし、黙秘しているのよ。だから詳しい動機などは、何も解明されていないのよ。あーんだとー、反省の色なしだろこのクソアマが。そして現在も詳しい情報は何もないの。それどころか裁判の情報も何もないわ。遺族としては、なぜ家族が56されてしまったのかもわからないんだから。怒り、悔しさ、悲しさしかないと思うのよ。そうだよな。このゴミを読んでも何も語らないだなんて、往生際悪すぎるぞ。反省の気持ちが少しでもあるなら、一刻も早く真相を語ってもらいたいぜ。不可解なのが動機よね。勤務して3ヶ月足らずで深い恨みを持つことなんてあるのかしら？不思議でしかないでしょ？恨みじゃなかったら他にどんな動機があるっていうのよ。全然見当もつかないっすわ。以前同僚だった人の証言でこんなものがあるの。空気入れたら人って死ぬのかな？はい。エミはある日、こんな発言をしたというのよ。恐ろしい限りでしょ？こいつはタオカだろ。人体実験のつもりかよ。曲がりなりにも看護師の資格を有するものよ。これが医療従事者が発した言葉だなんて、ちゃんちゃらおかしいわよ。耳を疑うわ。霊夢犯を子ですぞ。しかも、この施設では吉田さんや鈴木さん以外も複数の入所者の不審死が確認されているのよ。なぬなぬなぬー。何も語らないエミだけど、本当は他にも余罪があるのかもしれないわ。何もわからずに亡くなった入所者の方の無念を思うと早く解明してもらいたいの。本当にその通りだぞ。似たような事件。それにしても介護施設という場所は、本来高齢者が適切に介護してもらい、要介護者が守られる場所のはずなのよね。そんな場所でまさか事件に巻き込まれるなんて、夢にも思わないじゃないのよ。直接的に体に触れる看護師さんや、介護職員さんの中に狂気に満ちた人間がいるかもしれないだなんて誰が思うの。こんなことが二度と起こってはならないわ。再発防止、風化防止、注意喚起のためにも。他にも介護施設で起きた事件のことを少し紹介するわね。おなしゃすしゃす。川崎市の有料老人ホーム、Sアミーユ川崎幸い町にて2014年11月から、12月にかけて、相次いで3人の入所者が転落死してしまう事故が続いたわ。転落なんてそんな何度もあります？捜査で判明したのは、介護職員の犯行だったの。なんですと。動機については、手がかかる人だったや仕事のストレスが溜まっていたなどと、いう趣旨の供述をしていたのよ。逮捕された介護職員を知る人の情報では、救命救急士の資格を持っていることから、介護職としての評価が高かった。こんな評判の一方で、優しい反面、虚勢を張る一面もあったと言われてるの。それから、自分の妹が亡くなったと言ってみたり、虚言癖も指摘されていたのよ。虚言癖。そしてもっと驚くべきことは、この施設では他の介護職員による逆の体も発覚するの。はい。その事実から、男性職員4人を解雇する事態にもなっていたというのよ。うおっつ、確認だけど、転落死させた職員とは別の人が逆の体をしたってこと？その通りよ。この施設では職員が利用者さんに暴行を働くということが横行していたのね。ひええー、なんだか闇深な匂いがしますぜ。この施設で働いていた人物の証言によると、この施設では、人手不足というよりも、合理的に運営する方針ということで、分単位でいろいろな仕事を詰め込まれていた、毎日時間に追われる日々で、休憩も取れず、仕事の業務表通りに働く、びっしりとスケジュール管理されていて、個人の裁量でこなし、入所者と接するような時間は一切なかった。認知症患者の突発的な行動に、柔軟に対応できる現場ではなかった。いつしかその日常業務が精神的な負担になっていった。毎日が大変な状況だったことは、誰がどう聞いてもわかるわよね。働く方が心穏やかに働ける環境じゃないと、人は誰かに優しくなんてできないわよ。合理的とか、働く上では大切でしょうけど、人相手の仕事に合理性を求められると、いろんな感情がすれ違ってしまいそうよね。介護のお仕事は本当に大変なお仕事だから、精神的なところは配慮をお願いしたいし、適切に待遇改善をしてもらいたいわ。待遇面では福利厚生や給与面でも手厚く保障してもらいたいところよ。
社会にとって必要不可欠なお仕事なんだから待遇改善を早急に進めていってもらいたいわ。そうだな。霊夢犯が熱弁しておりますわ。そして、いくら介護士不足と言える状況であっても採用時の人物評価と適正判断は、きちんとも受けて見極めないといけないと思うの。知ってる？2025年問題よ。なになに？アルマゲドンか？隕石でも地球に落ちてくんのか？団塊の世代が75歳以上の後期高齢者に突入し、超高齢化社会となり発生する問題よ。後期高齢者人口が軒並み膨れ上がる見込みよ。とんでもない計算だな。スパコンの計算間違いじゃないよな。こんな社会があと数年で訪れるというんだから、もっと介護業界の危機意識を強く持つべきよ。みんなが安心して介護を受けられる社会と処遇改善されたしっかりした職場で、介護職員の方も安心して働けるように、社会の中で生きる仲間として、対岸の火事のように眺めているだけでなく、しっかりと取り組むべき問題なのよね。へへへ。私は日本の将来を思って発言してるんだから、真剣にきちんと聞きなさいよ。うげげ。これってもしかして、いいこと言ってマウント取ってます？そんなつもりはないわよ。だったら何でも政治家みたいに、あれこれ言わないでいただきたいな。私は本当に将来の介護問題を考えてほしいのよ。考えたいような考えたくないような、はたまた考えるべきではないのか考えるべきか。何が何やらわからないじゃない、考えるべきなのよ。わかりました。そうします。やけに素直ね。やったー褒められた、ぐひゃぐひゃっぷひ。褒めてないのに勘違いしてキモ。ということで今回は介護施設空気注入マルジン事件について紹介したよ。最後までご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。